めんね、ともえちゃん。学級日誌、あと少しで書き終わるから。急がなくていいよ。私も黒板の掃除、これからやるしさ。ありがとう。黒板、かなり真っ白だけど、大丈夫？こりゃなかなか強敵かもな。なんてな、すぐ終わるよ。まったく、今日はスタジオ練習だってのに、日直とかついてないよな。しかも、私たち二人揃ってたもんね。なんちゃんたちは先に入ってるって。さっきメール来たよ。とりあえず練習してるって。ライブの反省会は私たちが来てからやるみたい。おー、この間のやつか。お客さん、結構来てて楽しかったな。ノリがいい人多くて盛り上がったよね。でもちょっとミスっちゃったとこあったから、それは反省かな。私もリズムが走ったとこあったかも。テンション上がりすぎちゃうとついな。トモエちゃんの気持ちわかるな。やっぱりライブは生き物だって言うし、お客さんの影響ってすっごくあるよね。だよな。影響って言ってもいい影響がほとんどだけど、まあでもやっぱドラムは引きずられちゃダメだよな。私も気をつけなくちゃ。次はテンポキープ頑張ろうね。なんかこういう話してると私たちも随分ステージ慣れしたなって感じるね。そうかもな。もう一発のバンドマンって感じだな。まだまだだよ。でも中学の頃よりもたくさんステージに出るようになったよね。だな。いつものステージ用の衣装ももう随分着慣れたし。あ、そうだった。私が衣装として借りてるともえちゃんの服のことなんだけどね。お、どうした？もしかして穴でも開いたか？ううん、そんなことないよ。大事に着てる。だけどちょっとくたびれてきたかもしれなくて、だいぶ型崩れしちゃった。ごめんね。なんだそんなことか。気にしなくていいって。仕方ないよ。だってもう結構な回数着てるわけだしさ。私はもう着れないやつだから、すぐの好きにしてくれていいよ。ありがとう、ともえちゃん。でもこれからも大事にするからね。そんな気にしなくていいのに。でもそっか、私たちもそろそろ新しい衣装とか作ってもいいかもな。あ、じゃあさ、お揃いにしようよ。お揃い？みんなで同じ T シャツ着たりとか？ううん、そうじゃなくって、もっと共通点とかあったらいいなって。初めて私たちのライブを見る人でも、アフターグローってこんなバンドなんだってすぐ覚えてもらえるような衣装を作りたいんだ。なるほどな。新しいお客さんのために。やっぱ私たちバンドマンになってきたじゃん。そういう衣装でライブしたら私たちの音ももっとまとまるかもしれないな。うん、そう思う。バンドとしてもっと一体感が出せそう。それでツグはどんな衣装にしたいんだ？ごめんね、具体的なことは何も考えてなかった。ごめんごめん、急に言われても困るよな。でも新衣装か。私もちょっとなんか考えてみる。本当？ともえちゃん、そうだ、みんなにもどういう衣装にしたいか考えてきてもらおうよ。統一するコンセプトとかジャンルとか、私たちらしいイメージをみんなで探すの。いいね。私たち全員で考えればきっと最高の衣装になるよ。うん、みんなで絶対思い出になる衣装を作ろうね。早速今日のスタジオ練習でみんなに相談しなくちゃ。じゃあさっさと日直の仕事片付けないとな。よし、黒板掃除終わり。私も日誌書き終わったよ。それじゃスタジオに行こう。